ケンシロウ。はい。わしは天の声を聞いた。お前がこれより第64代北斗神拳伝承者だ。主、いやか。なぜら大やつくではなく、私なのですか。今のお前では到底時に勝つことはできぬ。ましてやら王にもな。ではなぜ、ケンシロウ、お前はどうしようもなく人間臭く、その性格は甘い。この龍拳見ては俺のほどじゃ。じゃがそれがよい。あ、ケンシロウよ、北斗神拳は死神の剣。死神は史上では人を殺さぬ。ゆえにその本性はまさしく人間であらねばならぬ。野望、嫉妬、憎悪、本能の赴くまま人を殺すは魔道よ。天命を聞き、主上救済のために情にあらず死神は人を殺す。人のために人を殺すのじゃ。死神であり続け、人間であり続けることはつらいことじゃ。しかしそれを背負うことができるのはお前しかおらぬ。それがわしが聞いた天の声じゃ。天よ、北斗の星よ、許してくれ。俺は今こそ知った北斗の宿命を、我が伝承者の宿命を、悲しき者たちの祈りを。それが天の声だ。それで
なんだあの野郎は。爆弾でも隠してんじゃねえのか。こいつ狼殺しじゃねえか。一人で何する気だ。ケンシロウさん見ておれ、あやつの戦いを。幾千幾万の軍勢といえど敵ではない。あやつこそ我らが救世主となる男じゃ。引け呪骸よ。引かねばこの俺が相手だ。バカか一人で凄んでやがる。矢を放て。やつをハリネズミにでもしてやれ。西進行か。貴様、我らの呪骸軍に立てつく気か。下道の声は聞こえない。死にたい奴は前に出ろ。行け。クッサマ、ケンシロウさんを守って。マシンだったぜ。やつを空に逃がすな。やりもたい。やつを叩き落とせ。どうしてだ。バカだ。いつの間に。傾向実じゃ。やつらではケンシロウの動きは捉えられん。槍など役に立たぬわ。ケンシロウさん。ケンシロウは究極暗殺剣北斗神拳の伝承者じゃ。北斗神拳。面倒だ。まとめて書かせてこい。続け。やつを囲め。北斗神拳伝承者ケンシロウか。いいぞ、狼殺し。